揚げ屋さんへ行ってみましょう。あ、これ侍おるぞ。侍おる。お、ほんまや。あるんでじゃん。侍おる。あ、逃げてった。侍や。あれ多分役場の人に言われて、墓が無理やり刺されたんちゃうか。なあ。絶対そうや。うわ、すげえ。着いた。あ、じゃあ。よし。侍おったな。侍が入ってたぞ。なあ。おった。侍や。侍でございます。いや、侍でございますじゃないんですよ。めちゃくちゃそそくさと入ってたじゃん。やった方がいいですか。いや、え、ヘキレキってやった。いや、そんなあるんですか。あるんすよ。唐揚げの呼吸ですね。唐揚げの呼吸、一の方めちゃくちゃ鬼滅に寄せてるやん。一の方ヘキレキって。おい、おちょけの中見せきたぞ。大丈夫かいな。ここが美味しいって聞いたんですよ。あ、ふざけてるようですけれども、はい、絶対美味しいです。何代目ですか。2代目です。2代目初代こんな感じちゃうかったでしょ。多分違います。申し訳ないです。え、お店の名前はずっとこの名前。ですね、はい、うち40年になるんですけど、はい、できた時はここの地名が吉岡と言いますので、吉岡唐揚げ店。いい、行きたい。いい感じ、はい、で、拡幅工事で立ち退きを余儀なくされて、はい、ここに来まして、はい、店内の社長がハリウッド映画が好きだと。ほうほうほう。だからハリウッド。なんでなんですか。この感じでハリウッドが分かんない。しかもサブラー。いや2人がお邪魔したのは昭和55年創業の老舗唐揚げ店ハリウッド。九州内には本店以外に9店舗、その他大阪や神奈川にも店舗を構える超人気店なんです。さらにモンドセレクションに出品し3年連続で受賞。これは期待大ですね。気になるセカンドインパクトをはじめおすすめをいくつか準備していただくことに。まずは創業してからおよそ40年間ずっと一番人気だという胸肉の骨なし唐揚げから。来た。失礼します。こちらは骨なしです。あ、骨なし。はい。うまそうや。ちょっと失礼します、はい。ちゃんと刀右側に置きますね。ちゃんとね、あの敵意がない時は刀は右です。そうですよね。はい、あなたを攻める気ないよという。左だったらすぐ抜けます。その情報いいんですか。いらない。唐揚げの情報をすいません。すいません。いいんですか、いただいて。はい、召し上がってください。いただきます。いただきます。めちゃくちゃうまい。うまい。ありがとうございます。今すぐこの雰囲気やめなはれ。あ、そう。うん。めっちゃうまいわ。マジで。いただきます。これはうまいわ。もうサクサクやし、もうお肉も柔らかい。で、これ噛んだ瞬間にお肉のこの肉汁がバーって広がるのと同時に、下味ですかこれ。香りがすごいね。うまみみたいなのがぐわーって入ってくる。ありがとうございます。うちですね、原材料にこだわってまして、うん、国産のニンニクだとか、うん、生姜だとか、うん、そういったものって 100% 国産なんです。はい。ですから、味自体が素材本来の味がギュッとそこに詰まってます、うん、続いてはもも肉を丸ごと1枚揚げたザブトンという唐揚げ。ステーキのようにナイフとフォークでいただくのがハリウッド流。井上さん、いかがですか。うわ、ジューシーさが全然また違う。あ、これもうどこ切ったらええのこれ。どこ切ったらええのこれ。もう俺オペやったら失敗してるわ。もう切ったらええところ分からへんもん。俺これ噛めば噛むほどこのステーキ鶏の旨味がどん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 きますね。もう見て、切ったところ光ってるもん。キラキラしてる。もう波の女優の目よりもキラキラ。潤ってんな。蛇口ひねった。うわ、うんま。ありがとうございます。これでも本当、俺いろいろ唐揚げ好きで食べてきましたけど、うん、正直トップ1ぐらい美味しいです。ありがとうございます。なんかもう
ほんまおもろいこと言いたいねんけど言われへんねん。でも言いたいから言うわ。俺ジューシー超えて19やな。ああ全然おもんない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 19や、言わんで言わんで。そして最後は気になるセカンドインパクト、一体どんな唐揚げなんでしょう。セカンドインパクト、町長のご推薦の商品でございます。うわ、BGM でエヴァなるデン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 かけるんですね。ああ、ですごい。お願いします。お願いします。逃げちゃダメだ。それはあの井上の事故のこと。違うわ。なんでここに来ていじってくるの。逃げちゃダメ、逃げちゃダメ。すごい角度でいじってくる。この唐揚げ単体で食べても辛いってこと？はい、一番最初召し上がってもらった骨なし。うんをアレンジしてるんですね。そんな辛そうには見えへんけど。そうですね。どうしよう。はい、召し上がってみてください。いきます。おお、辛い。そんなに？あの、うん、美味しい辛さやけど、うんうん、全く辛くないと思って食べたら、やっと辛いね。おお。バラエティーやってるやん。嫌いやわ。バラエティーやん。じゃ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 。え？おお。バラエティーすな。すなバラエティー。いやでも結構。いやそんなにでしょ。しっかり考えて。お前そのリアクションするんやったら後に食え。いやそんな辛ないと思ったんや。え？そんな辛ないと思うやん。一緒。あ、思ったより辛い。うん、あ、うまっ。あ、うまっ。うまいわ。あ、こういうことね、セカンドインパクト、こういうこと。後からね、うん、最初にファーストインパクトで辛みが来て、うんうん、セカンドインパクトでうまみが来る。はい、うま、辛思ったより辛いわ。いや、そうなんですよ。悔しいけど、この辛いうちにもう一回行きたくなる。わかる。これ、まんまと罠にはまってる、これ。まさしくそれです。ね、もうそういったものを作りたかったんです。いやさすがです本当に。ありがとうございます。うん、変なのは見た目だけでしたというわけで、はい、高原町、うん、ご当地グルメは炭でございます。はい、いやこれはうまかった。これはうまいわ。マジうま。うん、美味しい唐揚げをたっぷり堪能し、ご当地グルメ見事クリア。さあ時刻は午後0時40分。ちょっと急いだ方が良さそうです。食べんのかおい。箸ですなおい。ありがとう。小ボケにも突っ込んでくれてありがとう。こんなん絶対勝ってるのにありがとう。優しいでしょ。頼むぞ。相方ですね。優しいでしょ。いいとこ行けよ。じゃあ行きますよ。よし。食べよう。すごい嫌な予感するな。